てはまるであろう身近な体の不調とタンパク質の関係性、その原因と対策についてお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士の堀です。今日は身近な不調、体の不調とタンパク質が実は深く関わっているんだよっていうところと、その対策についてお話していきたいと思っています。タンパク質っていうのは私たちの体のもうありとあらゆる部位の材料となっている栄養素なわけなんですが、そんなタンパク質が不足してしまうと体に何かしらの不調が出てきます。特にお悩みの方が多いのではないかなっていう体の不調をちょっと3つに絞ってきたのでお話していきたいなと思います。まず1つ目が慢性的な疲れです。だいたい半年以上たくさん寝てるのに疲れが取れないなっていう感じる日が続いていたりだとか、ちょっとしたことで疲れるなとか動くのが億劫だなみたいに感じる方は、もしかしたら慢性的な疲れが抜けていない可能性があります。原因としてはまず一つに活性酵素と呼ばれるものが体内で増加していることが原因の一つとして考えられます。活性酵素というのはとっても強い酸化の作用、体を酸性に傾ける作用を持っていて、ちょっと難しい話になってしまうのでさらっといくんですけれども、酸化させることで正常な細胞を傷つけてしまうのが活性酵素と呼ばれる物質になります。これが増えるとなかなか疲れが取れにくかったりだとかっていう不調が出てくるというふうに言われています。もう一つがタンパク質と関わりが深いんですけれども、抗酸化物質の不足も疲れの原因というふうに言われています。抗酸化物質というのはさっきお話しした活性酵素と呼ばれる細胞を傷つけてしまうような成分がたくさん分泌された時にそれを除去してくれるような働きを担っているんですけれども、抗酸化物質を生み出すためにタンパク質が深く関わっています。なので慢性的に疲れが取れないなっていう感じていらっしゃる方は、体を酸化させないような食事を心がけるっていうことが重要になります。酸化っていうのはちょっと難しいお話になってしまうので、防ぐための栄養素をお話しするのでそこだけでも抑えていただけたらなと思うんですけれども、抗酸化作用があると呼ばれている栄養素はビタミン C、ビタミン E とタンパク質になります。特にタンパク質、お肉やお魚に含まれているんですけれども、動物性のタンパク質である鶏肉、豚肉、牛肉、こういったものを日頃の食事に取り入れてみていただくと抗酸化物質を生み出すことができるので、疲労回復にも栄養の面でサポートすることができますので、日頃の食事に取り入れていただけたらなと思います。そして2つ目のお悩みなんですけれども、冷え性です。例えばお風呂に入ったのにすぐ手足が冷えてしまうなとか、一旦冷えたらなかなか温まらない、そんなお悩みをお持ちの方はいらっしゃるのではないかなと思います。原因は自律神経の乱れ、ストレスとか食習慣も深く関わっているんですけれども、何よりも筋肉量が低下してしまうことも冷え性の原因というふうに言われています。筋肉と冷え性で何の関係があるのっていうふうに思われるかもしれないんですが、体の全身の約6割ぐらいの熱を生み出しているのが筋肉というふうに言われています。体を温める、頭で温めるためにはしっかり筋肉量を維持するっていうところが重要になってくるので、筋肉量を維持するためにはタンパク質をしっかり摂るっていうところを意識してみていただきたいなと思います。対策としてはタンパク質をしっかり摂るっていうところと、体を温める食材を組み合わせてみていただくのがおすすめです。体を温める食材っていうと生姜、ネギ、ニンニクとかニラとか、こういったものをタンパク質を多く含む食材と組み合わせて一緒に摂ってみていただくと、冷え性の対策に少しアプローチできるんじゃないかなと思います。3つ目がむくみですね。朝起きた時に顔がパンパンだったりだとか、女性の方だと夕方には朝履いてきたパンプスがきつくなってしまったりだとか、そういったお悩みをお持ちの方はとっても多いんじゃないかなと思います。でむくみも実はタンパク質が深く関係していて、水分取りすぎるとむくむよっていう話はよく聞くと思うんですけれども、血液の中の水分の量を調整しているのが血中アルブミンと呼ばれるタンパク質になります。いらない水分を出して必要な水分を体の中に取り込むっていう働きを担っているのが実はタンパク質なので、タンパク質が不足してしまうと体の水分循環がうまくいかずにむくみの原因につながる可能性があります。むくみの対策としてはタンパク質をしっかり摂っていただく、あとは外的な要因でできるものでいうとマッサージしたりだとか軽い運動を組み合わせてみていただくと少し改善できるかもしれないので、ぜひ取り入れてみていただきたいです。
今回3つお話ししたんですが、他にもタンパク質が関わっているお悩みっていうのは何個かありまして、肩こりとか腰痛、貧血、抜け毛といったものもタンパク質が不足すると起こり得る不調になります。で、今回お話ししたタンパク質と関わりの深いと考えられる体の不調は、慢性的な疲れ、冷え性、むくみについて挙げさせていただきました。今回お話しした中で一つでも当てはまったものと思うようなものがあった方は、ぜひタンパク質をまずしっかり摂るっていうところを心がけてみていただきたいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。